きこです。こんにちは、日本放送柿原忠史です。あれ、出だし元気なかったね。アッコのがファントン低かったです。低いというかこもってましたね。その理由は、理由っていうか、まあ疲れてることは疲れてるんですけど、あ、まあ、先週でも話ありましたよね。何が歌手モードの1週間、はいはいはい、火曜日の NHK 火曜コンサート、はい、感想もいっぱい届いております。はい、頑張りました。あれは緊張しましたけど、はい、で金曜日には、はい、それこそ NHKBS の、いやー昨日だったんです。昨日ですね。疲れましたね。やっぱり、やっぱり、あもう何曲歌ったんですか。11曲って簡単に言いますけどね、やっぱり音合わせあって、カメリハあって、で本番あって、ちょっとミスがあったりすると、まあ、お互いに技術面でも、で私も音がふらついたりすると撮り直すじゃないですか。はいはい。で今は歌番組っていうのは、あのミュージックフェアとかね、あの何でもそうなんですけど、録画の場合はマルチで撮ってると、その間違ったとこだけをこう歌い直すとかね、できるんですけど、昨日の NHK さんはそれができなくて、一個間違うと最初からやるんですよ。はあはあ、いやーきつかったですよ。すごいですね。もうね、改めて思いましたけど、今日もファンの方に45周年っていうことで手紙とかいろいろいただいてね、まあ苦しい時、楽しい時、悲しい時、いつも私の歌で慰められたと。で不安になったのは7歳の時とか15歳の時だったとかっていう手紙をいっぱいいただいたんですけど、改めて昨日ね、私の歌ってのは名曲が多いって言われてますけど、ハードですよね。基本的に春歌が多いんですよ。春ってかね、音域の幅が広いから、もちろん春んだけど、ささやくような歌がないんですよね。お互いあのずっと前に言ったけど、前にあの石田あゆみさんと、ちょっともしょうがないね、石田あゆみさんとご一緒で生放送の時にね、 TBS のザ・グランプリっていう時に、石田あゆみさん、前の今何を迷ってるのか分かりませんか。迷えば迷うこと聞きたくなるんですけど。そうですよね。だからこんなこと言っていいのかって人のこと、石田あゆみさんが前の差し歯が取れたんですよ。ちらっと聞いたことあります。はい、本番前にね。慌てますよね、それ。そうです。それで8時からの生放送だったんです。で撮れたのが7時50分ぐらいかな。50分前で、どうしようどうしよう、まあこれはまあ薬品名言ってもいいと思う。もうあんちゃん、そのセメダインかなんかでつけたらどうですか。根元がないのよっていうね。昔の歯ってのは、歯の先に、差し歯は歯の先にこう、なんていうの、あの釘みたいながついてて、で歯の周りね、歯茎の方にはこう壁みたいなのがあって、だからその突き出たところにセメンラインみたいなの塗って、接着剤を塗って、その壁でくっつけるんで、もう医者も間に合わない、歯医者も。そんな夜遅く10分前、もう何もないと思う。今私歌っちゃうから絶対黙って。はい、分かりました。あゆみちゃんが先に歌う時だった、私が先かな。あの方はあんま口開けられないから、うちの中身がでも綺麗ね、横浜ブルーナイト横浜、私その後歌えないだから石田さんは口を開けずに上手にバレることなく普通に、石田あゆみさんでした。パチパチパチ、終わったで。そういうね、そういう歌い方じゃないんですよ、私。そうですよね。街は今、もう奥までさ、奥まで見せるぐらい口開いて、そう、レッツイガーさんだからさ、そしたらもうつっかり切ってる時に、 NHK の人が、まあ、一応気を使ってくれて、歌詞カードとか書いてくれてるんですよ、モニターに。それが大きい字でね、私そんなこんな大きい字で書いてもらえなくても見えますよ。いや皆さんこういう字でさ、で古い日記を歌う時にね、歯まで書いてあるって、歯はいりませんとあれはあのフェイクっていうかね、私が乗った時、あ、歯はいらないですか、あのいや歯は必要だけどカタカナで歯って
きゃいけないみたいですから、発見してください。あ、わかりました。そういう担当の人がいるのよ。あ、そうすると頭の歯だけですか、いらないのは。途中の歯はどうするの。いや途中とかなんとかじゃなくて、歯は全部消してくださいと。歯あるとなんか歯の頃は入っちゃうし、はいはい、そういうこともありながら、一曲一曲にそういうやり取りが全部あるわけですもんね。そうやって一回やって紙にあって、結構歌ってのはあのやっぱ感性だからさ、一曲二曲を一曲やって紙にやりましたっつって、じゃあ間空いて本番ですって、私は特にあのさあ行くぞってラジオでもまあそうだけど、まあ歌の場合一曲入魂ってよく言う、集中するとグッとこうテンション上げるんですよ、はい、それがまたちょっと15分休憩してもう一回とか、はい、それが続くもんだから、ライブと違いますね。もうね、マックス持っていって下がる、マックス持っていって下がるばっかりだったからすごかったし、そうするとやっぱり今日ちょっと風邪気味というか、ね、なんかドーンとなんか来てますね。あ、来てますか、うん、いやでも、うん、火曜コンサートはもう生放送でしたから、ね、皆さんご覧になってまして、はい、感想いっぱい届いてますよ。あ、そうですか、横浜市神奈川区のラジオネームクージーさん、51歳会社員の方、はい、マイコさん火曜コンサート見ました。ありがとうございます。これは気のせいかもしれませんが、はい、声が以前よりもよく出ていた気がしますが、ボイストレーニングとかやられてるんですよね。はい、やってます。いつまでマイコさんのパワフルな歌声が聞きたいので、はい、歌声が聞きたいので、お体大切になさってくださいと。嬉しいですね、そう言っていただけると。僕もボイストレーニングの話をちょうど先週聞いたばっかりだからっていうのもあるかもしれませんが、はい、やっぱり声がそうですね、あの出るようになってると思います、自分でも。なんかそうですよね、はい、それもあの先週も言ったんだっけ、あのまさにボイストレーニング、いろんなクラシックの先生から、そうクラシックの人とロックの人とで、今日はあの夕方からあの小袋の小渕くんのお父さん、小渕八郎さん、小渕八郎さん、八郎さんっていうのいいでしょ、なんかいい感じのおじちゃんでしょ、日本のお父さんみたいな、八郎さん、八郎さん。したらあのお父様とで、おばさん、おばさんがあの教えてくださるっていうんだけど、なんか昨日メール来て、僕も行きますって、来なくていいよと思ってんだけど。いいじゃないですか。いやだから、いや会うかどうかは別にしてね、なんか面白いっていうか、人によって出し方が違うじゃないですか。そうですね、だってクラシックとロックなんかは逆腹式とかですから、要するに横隔膜に空気溜めて、そこから出す時にお腹をあの声を出す時に、息でもそうですけど、ふっとこう膨らますのとへこめて歌う、もういろんな違うんですね。違うんですよ。うわ、どんどんこう発声のマニアみたいになってってますね。いやだからあの勉強できるってね、いいじゃん。いや本当そうですね。火曜コンサート他にも素晴らしかったっていう意見ももちろんたくさんですが、はい、パンツスタイルがかっこよかったっていうのも結構来てますね。 ありがとうございます。川崎市のラジオネームグロッキーさん、パンツスタイル、はい、足長くて素敵でした、はい、ラジオネーム雪ママさん、うん、歌はもちろん黒のパンツルックとても素敵でした。あ、よかった。おしゃれ泥棒さん、こういう言い方がいいのか分かりませんが、迫力はやっぱ違います。なこさん、他の人とは。あ、そうですか。生きているというかパワーというか、はい、コンサート必ず生で聴きに行きます。あ、もうぜひぜひいらしてください。はい、ということで、45周年に向けて、はい、もう日々頑張ってる中、一つ悩み事があってね、あのまあこれは私 のツイッターって言ってるからね、この番組自体がね、うん、あのブログでもあるし、カッキーなんかも結構あの調べ物とかなんかで、はい、携帯すごく活用してるじゃん。そうですね。いたずらと電話っていうか、そういうの来ないですか、変なの。あ、来ますよ。明らかに嘘のメール来ますよ、うん、あの僕の私の友人が芸能界で活躍しているんですが、みたいな、うん、私にもそれが来だして、ね、これがね1回じゃないんですよ。そしたらね、あのうちのマネージャーたちにも同じのが来るんだけど、私ね、清原幸九郎とか来てるでしょ、あら亀田幸喜もなんかこの12月になんからしくて、アッコさんのメールの場合は本当に芸能界で友人からのメールが来るから、僕も迷惑メールを受けた時に、アッコさんとかにこれ意外と紛らわ
々しいだろうなと。いやいや、これね、私自分もそんな若くはないけどね、お年召した方はこういうの見て、例えばですよ、誰かの名前言われたらなんとか詐欺ってよくあったじゃない。ありました。今でもあるじゃない。オレオレ詐欺だもん。うん。で今振り込め詐欺、今なんかあの銀行の引き出し口にある、今こんなのもあんだなってのもあるよ。これね、これ読んで怖くなっちゃったの。同じメールが何回も来るんですよ、ほとんど毎日。そう、いちいちも丁寧に読むんだぞ。知らない人だからそこが僕なんかもう頭一行読んだら、あ、これはもう迷惑メールと思って読み飛ばしますけどね。あ、そう。でもこんにちは、以前ご連絡を差し上げたのですが、覚えていますでしょうか。前のお話の続きになってしまうのですが、実は私芸能関係の仕事をしていて、某タレントのマネージャーをしています。ああ、ここに置きます。今回突然ご連絡をさせていただいたのは、タレント本人の希望で、どうしてもあなたとお話ししたい、もう一回連絡してほしいと。てん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 。私が今連絡を取っている携帯ですが、事務所に厳重に管理されているため、このことがバレてしまうとマネージャーとして大問題になってしまいますので、私の携帯に直接ご連絡いただければと思います。お手数をおかけして申し訳ございませんが、お話だけでも聞いていただけないでしょうか。失礼いたします。こんなメール来んだよ、誰だと思うじゃないね、お子さんが受けるとさもありなんですもんね。そうなの。で、私、あ、そんな悩んでんならね、聞いてあげたい。マネージャーに